皆さんこんにちは。今回もまた網干総合車両所宮原支所にやってきました。前回一旦向こう町に戻った113系がまた宮原に疎開されてきましたね。何やら入れ替え作業を行っているようですので、しばらく見てみましょう。入れ替えが行われている横では洗車が始まるようです。ホースが用意されていますので、水風は手洗い洗車のようですね。宮原支所では一般的な旅客列車は車両洗浄装置を使っています。手洗いは全面ガラスなどの機械で洗うことのできない場所のみ行っているようです。水風は車両の形状なども関係していると思われますが、すべて手洗いで行われます。場所を移動して北側の北方貨物線のあたりに来ました。この場所ではサンダーバードの姿が見えます。大きな笛の音が聞こえました。何か始まるようですね。列車が入ってきました。線路脇で待っていた人は車内の清掃などを担当しているスタッフのようです。清掃用の道具や補充用のトイレットペーパーなども持っていますね。大変な作業、いつもありがとうございます。さて、水風が見える場所に戻ってきました。洗車が始まってから1時間経過しましたが、まだ洗車は続いています。今は6号車ですね。日差しもきつく、かなり暑い中長時間洗車を行っている方々には頭が下がる思いです。しかし同じ JR 西日本でも、ここまで徹底的に洗車する列車もあれば、以前の動画でも取り上げたあまり美しくない電車などいろいろあるようですね。最後までご視聴ありがとうございました。